各位听众大家好，欢迎大家到关西大学 Chinese Station 来做客。今日も楽しく中国語勉強していきましょう。加油。今回は病気に関する表現。まずはスキットを見てみましょう。你怎么了？我有点不舒服。快回去休息吧。谢谢你。次に単語を確認してみましょう。怎么了？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 どうしたの？怎么了？有点儿，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 不舒服，不舒服。不舒服，不舒服，不舒服。具合が悪い。不舒服。回去，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 回去。戻っていく。回去。休息，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 休息。休む，休憩する。休息。全体の流れを確認してみましょう。你怎么了？我有点不舒服。快回去休息吧。谢谢你。会話の間に3秒程度のポーズが入ります。まずはじっくり中国語の字幕を見て聞いてみましょう。你怎么了？我有点不舒服。快回去休息吧。谢谢你。もう一度中国語の字幕で見てみましょう。今回はポーズはありません。你怎么了？我有点不舒服。快回去休息吧。谢谢你。日本語の字幕で見てみましょう。你怎么了？我有点不舒服。快回去休息吧。谢谢你。今回のキーセンテンスは、ちょっと気分が悪いの。キーセンテンスを読みます。続けて発音してみましょう。繰り返します。次は字幕はありません。しっかり聞いて発音してみましょう。映像に合わせて発音してみましょう。你怎么了？もう一度繰り返します。你怎么了？最後にもう一度映像を見てみましょう。你怎么了？我有点不舒服。快回去休息吧。谢谢你。今回の中国語会話いかがでしたか？たくさんの中国語を聞いて多くの表現を身につけましょう。好，那我们今天就到这儿吧，下次节目再见。